冷静に戦えたと思うし、2試合トータルで勝てばいいっていう、うん、みんなそれを整理できたと思うし、まあ、したたかに戦えたんじゃないかなと思います。やっぱり気持ちのどこかにはね、年間1位っていうものが取れなかった悔しさもあるんで、まあ、そこら辺は来年、年間1位を取って本当に喜びたいと思いますし、まあ、ただね、今日の勝ちも勝ちは勝ちなんで、みんなで喜びたいなと思います。今まで自分たちが頑張ってきた成果が報われて、まあ、それとね、支えてくれた人への恩返しっていう意味でも勝てて非常に嬉しく思います。自分たちはファーストステージも取れて、ただセカンドステージはなかなか勝てない中でも応援してもらいましたし、まあ、本音を言えば年間1位で出て、今日もチャンピオンシップも取るっていうのが理想ですけども、まあ、それが叶わなかったんですけれども、そういう中でもね、サポーターが応援してくれたのは僕らの力になりましたし、非常に心強かったと思います。